アナキンだ。おーい、カルちゃんって、おーなんだいこれ。うんちくん。そうだよ、どう見てもこの形、色、ツヤ、うんちくんにしか見えない。いやいやいや、待て待て、色がいっぱいある、カラフルなうんちくん、どうなってんですか、カルちゃん。これ夢の世界だよ。あ、夢の世界。もう不思議なことがいっぱい起きるからな、こんなことは日常茶飯事です。ということで、今回はうんちくんと遊んでるみたいだね、カルちゃん。それじゃあせっかくなんで、この自己紹介、そうだね、うんちくんの自己紹介お願いしていいかな。まずは僕、ピンクのうんちでピンチです。ピンクでうんちだからピンチって。次はオレっち、オレンジのうんちでオレンジ。さっきのピンチに似てますね。サングラスがいけてますね。オリンピック。次は私、黄色のうんちでキラリンちゃんだよ。ちょっと待って待って、さっきまで血ついてたのに今回普通だね。自分で決めたから、お母さんとかいないから。そして私、青いうんちでアオン。はい、キラリンちゃんと一緒、可愛い名前でした。いや、キラリンちゃんといい、アオンちゃんといい、今思えば顔全く一緒じゃないか、ウインクしてるだけ。兄弟だよ。兄弟でした。そして最後、君は一体名前なんだい。僕は紫うんちの紫うんちだ。そのまんまやめて。そのまんまでした。最後の人、最後の人。うんちくんたち、どうやって遊ぶ、母ちゃん。うんちタワー。なんだこの技。うんちが積んである。うんちタワーだ、まさに。なんなんだよこのうんちたち。高さうんちコマ。うんちコマ。こんな遊び方するのか。カルちゃん、遊んでたらうんちくんから何か漏れてる。これ実はね、スライムだよ。これ平パテ粘土、うんちくん、これ中身が出てくるんだね。ピンチで遊んで。わかった、ピンチちゃん遊ぼう。うわ、すごい、これ何、どんな硬さ。これ一体どんな感じ。うわ、すごい、これ、うわ、なんかちょっとベトベトする、ベトベトする感じです。すごい、でも綺麗、透明度がかなりありますね。私は遊ばれた。匂い、匂いが入ってるみたい。これもしかしてうんちによって匂いが違うのか。いや、うんちじゃないから。すげー、まさにピンチ。出さないよ。あらけな、太ったみたいに見える。じゃあ次はどれにしよう。確かに他の色も見てみよう。紫うんちくん、よろしく。伸びない、なんか伸びちゃう、伸びない系。違うの、紫。ゆっくり伸ばしたら伸びる。固め、なんか固め、じゃあ硬いというか、ブチって切れる、ブチって。あ、違う、触り心地が違う。なんか水っぽい、だから手にくっつかない。プチプチする、この赤いのすごかったよな、ベトベトする。だからかなり穴けなについたんだよね。穴けなも大変ですよ。じゃあオレンジ、飽きるよ。はいよ。うわ、綺麗これ、めっちゃ綺麗。でもこれもさっきの紫と一緒で、あんまりくっつかない。めっちゃ綺麗これ。これはちょっと逆に穴けな入ってみたい。すっげえ綺麗。穴けな上がった、大きくなった。次、黄色。わ、綺麗。これも蜂蜜みたいだ。わー、すごい、綺麗。私のも取れた。赤以外は全部一緒の感じですね。いい色だ、プーさんみたいだ。じゃあ最後、アオン。アオンちゃん、綺麗。うわー、めっちゃ綺麗。うわ、すごい、でも伸びもいい感じ、綺麗ですね。なんか硬い、ベトベトしない、やっば。完全にこれスライムだね。うちスライムでした。はい、じゃあ続いて粘土板にはめて、実際この形取れるかな。さすがに見えないかな。一瞬だ、一瞬だけだ。オレンジのうんちが、あー、見にくい、見にくいけど一応型が取れましたね。透明すぎて見えない。さあ、一瞬だけですよ。うわー、カメラじゃ見にくいけど、そう、こうなって結構肩ついてるね。透明で見えないけどね、これ。色見えるか、ついてる。うわ、見える見える。すごい、電車。
紫うんち、スペースシャトルどうですか？裏から見たらわかる。おー、確かに。あー、でも伸びてった。粘土版の方はスライムには難しかったね。でも面白かった。いやー、カルちゃん、うんちくんたちと遊んでみたけど、面白かったね。また来る約束してるから。約束？またうんちくんと遊ぼうっていう約束してんだね。でも、あれだったね。うんちくんというよりも完全にスライムだったね。でも、いろんな色のスライムがあると綺麗で、楽しかったな。またうんちくんたちと遊びたいね。あー、しかしこのうんち、いいうんちだな。どこがいいうんちなんだろう。いいじゃなく、いいうんち。このうんちが面白かったらグッドボタン押してね。あー、うんちやね。あー、間違えた。この動画ね、動画。ここでみんなに質問です。みんなはうんちスライムの中でどれが一番綺麗だったかコメント欄で教えてね。教えてね。いやー、このうんち全部綺麗だったよね。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。次はどのうんち見る？じゃあ教えた。次はどの動画見ようかな。うんちうんち積んでる。それじゃあまた会おう。バイバイ。バイバイ。